よろしくお願いします。沖縄科学技術大学院大学の早川と申します。今回はこういうタイトル、ミシカゴオブザノテーションのための質量分析のネットワーク解析法ということで、講義形式でお話しさせていただきます。最初にこの技術的な背景ですとか、あとその技術的な基礎ですね、それをお話しさせていただいた上で、次に実際のツールですとかデータベースの紹介、そして最後に2つ、フィーチャーベースとモレキュラーネットワーキング、また構造推定支援ツールとの連携など、具体的な実際のアプリケーションのお話をさせていただきたいと思います。結構お話しさせていただく内容が多岐にわたるので、時間配分次第ではあるんですけれども、後半のツールの1つに関してはちょっと半分実演のような形でお話しできればと思っています。で、まずこのタイトルが構造アノテーションのための MSMS ネットワーク解析。ネットワーク解析と言いますと、メタボロームですと代謝ネットワークですとか、遺伝子の場合は遺伝子ネットワークなど、いろんな、ネットワークというのはいろんな場面で使われる言葉なんですが、今回のお話ではですね、これは特定の、解析法の、解析法のお話になります。具体的にどういうことなのかというと、一番上に書いてありますように、フラグメントスペクトルデータを使ってネットワーク的な視点から、データ解析を行い、未視化合物、構造類変態の検出や分布の可視化などの構造アノテーション、もしくはその支援を行うという、その構造アノテーションのためにネットワーク的な解析を行う、そういう意味でのネットワークとなります。で、この名前というのが現在いろいろ使われ、基本的なアプローチは皆同じなんですけど、名前としてはいろいろ使われていて、一番メジャーというかよく使われているのはモレキュラーネットワーク、もしくはネットワーキング、それ以外にはマススペクトルシミラリティネットワーク、モレキュラースペクトルネットワーク、MSMS モレキュラーネットワークなどと言われていますが、基本的に考え方としては同じ。で、今回の、お話では私はモレキュラーネットワークという名前で呼ばさせていただきます。そしてこの手法というのはもともとは天然物の研究者の間で使われ始めたという経緯もあって、天然物の二次代謝物の構造アノテーション、もしくはその支援で使われることが多いんですけれども、基本的には低分子化合物、フラグメントスペクトルが得られる低分子化合物であれば広く利用が可能です。で、これはこの下にリファレンス名前書いてありますけれども、最近のレビューでこの、MSMS モレキュラーネットワークのレビューのからいただいてきたフィギュアですけれども、このネットワーク構造というのは非常にフレキシブルなので、質量分析の MSMS データ以外にも、例えばバイオロジカルなデータ、生理活性のデータですとか、ゲノムデータ、もしくはジオグラフィカルなデータ、どこで採取されたようなサンプルであるかとか、そういうさまざまな階層のデータを統合してネットワークとして解析することが可能ということで、非常に将来性のある手法だと思います。で、ここから具体的な背景というか技術的な背景と基礎についてお話しさせていただきます。このモレキュラーネットワークという手法、考え方の根本にあるのは非常にシンプルです。この前提条件というのは、構造が似ている化合物のフラグメントスペクトルは似ているであろうという、そういう前提条件から成り立っています。構造が似ていると、解列する共有結合の位置が似ている。その結果、生じるフラグメントプロダクトイオンが同じである。もしくはプロダクトイオンのパターンが同じである。こういうのは前半の話にもいろいろ出てきたんですけれども、同じような化合物、このフラグメント、このプロダクトイオンの M オーバーでは見たことがある、この化合物クラスから見たことがある、だったらこの化合物はそのクラスに属するんではないかというのは、皆さんも経験的にそういう知識というか、そういう、経験はあると思いますし、特に昔からのエキスパートの方は自分の中でそういう、いわば脳内データベースを作って構造推定に使っている、こういう構造、似ているフラグメントスペクトルであれば構造が似ているというのに着目した、いわゆるインフォマティクスですね。インフォマティクスのアプローチは実は昔からあって、これはマクラフティのグループが1972年にすでにこういう構造類似度に着目したインフォマティクスプログラムで、構造推定を行うという試みは行われていました。で、こういう
質量分析のデータ解析というと、やはりメタボロームに対してプロテオミクスというのはやはりちょっと先行している部分がありまして、プロテオミクスでこのフラグメントスペクトルの類似度を用いた解析法というのはすでにかなり実績があります。プロテオミクス、特にショットガンプロテオミクスですね、これはタンパクをトリプシン処理したペプチド、まあ、1万や10万の膨大なトリプティックペプチドが1回のLCMS で出てくると、そういった大量のデータを扱うために、同一ペプチドに由来するフラグメントスペクトルをクラスタリング、それによって、まあ、コンセンス、高品質なスペクトルを生成するというような、まあ、いわば道の構造のアノテーションというよりは、まあ、データプロセッシングの効率化という目的のために、スペクトル類似度を用いたデータ解析っていうのが用いられています。まあ、具体的な、まあ、簡単にどういうふうなアイデアでやってるかというと、例えばこういうふうにスペクトルが3種類あって、 AB はインシリコフラグメンテーションの、データベースサーチで、まあ、ペプチドが構造できた。でも C は、まあ、構造スペクトルの質が十分でないので、こう構造同定はできなかった。ただその3つはフラグメントスペクトルとして非常に似ているので、クラスターを形成する。これがスペクトル、まあ、プロテオミクスでいうプロテオミクスもしくはメタボロミクスでも使いますが、まあ、スペクトルクラスタリングですね。基本的に同一化合物由来のフラグメントスペクトルをクラスタリングすると。そうするといろいろ利点はあって、一つはプロテオミクスのデータベース界隈ですと、これによってコンセンサスなスペクトルを作ると。そしてもう一つの利点としては、同じクラスターに属しているペプチドの配列はもちろん同じはずなので、最初のフラグメントインシリコフラグメンテーションのデータベースサーチによって構造同定ができなかったペプチドに関しても構造同定ができると。これは MS クラスター、これは後でも出てくる名前なんですけれども、MS クラスターアルゴリズムの論文から持ってきたんですけれども、ポインターがないんですけれども、まあ、この右側の図で、左側に、ランタイム、ちょっと字が小さいから見えないかもしれないんですけど、このクラスターに、クラスタリングによって得られる恩恵というのは、一番大きいのは、通常の、そのインシリコフラグメンテーションによるデータベースマッチングを行わずに済むということで、データ解析の時間が非常に短いと。と同時にクラスタリングされたフラグメントは同じペプチド由来であろうということが言えますから、結果的にペプチドのアイデンティフィケーションも増えるという、こういった技術がありました。で、それから派生するような形で、スペクトルが似ているけれども構造は違うものというものを検出するアルゴリズムというのも出てきました。これはその一つのブランザーというアルゴリズムです。このように、まあ、ちょっと時間がかけられているので詳細を説明できませんけれども、同じようなペプチドの配列だけれども、途中でモディフィケーションが入っている。そうすると、まあ、プレカーサーの質量はもちろん違いますけれども、フラグメントのパターンが非常に似ていると。似ているけれども違うというのを検出することで、右側に、メチオニンに対する PTM、ポストランスレーショナルモディフィケーションが生じていて、その構造も決定すると。こういうように、スペクトルの類似度を構造の違いを検出するために使うというアプローチというのが出てきました。つまり構造の違い、フラグメントスペクトルの違いを構造の違いとリンクさせて、それによって部分構造の違いを見出すと。これは私がベルギーの時に同僚と一緒にやった仕事なんですけれども、スペクトルが似ているペプチド二次代謝物、まあ神経ペプチドの類なんですけれども、これをスペクトルの類似度からクラスタリングすることで、未知のモディフィケーションもしくは構造アミノ酸の置換を検出すると。こういう低分子化合物にも使えるということが分かってきました。で、このようなクラスタリング、由来が同じ化合物でスペクトルが似ているというデータをクラスタリングする。そしてもう一方で、構造が違うけれどもスペクトルが似ているというものを、そのスペクトルの類似度を計算する。そういう基礎技術を使うことで、それを低分子化合物、メタボロームデータへ適用するという流れが近年出てきています。その一つの代表が GNPS という、これはサンディエゴ大学、カリフォルニア大学サンディエゴ校のグループがメインで作っているインフラですけれども、これは先ほどの MS クラスター
と、スペクトル類似度の計算をもとに、ね、そのネットワーク構造を生成するツールになっています。それで、後ほど津川さんの方からお話があると思いますけれども、MS ダイヤルの方ですね。これはあの DIA をもとに、スペクトル MS2 をデコンボリューションして、そしてこれはボダンザアルゴリズムの改良版によって、スペクトルの類似度を計算すると。こういうように低分子化合物にこのような技術が適用されてきているという流れがあります。ということで、では、スペクトル類似度のネットワークとしての表現、具体的にどういうことをやっているのかという、ちょっと、詳細についてお話ししていきたいと思います。この MSMS データ、まあ、フラグメントスペクトルのネットワーク表現、これは、まあ、実は、非常に単純で、ここにまあペプチド系の代謝物 ABC というのがあります。これはもちろんあの違いはこの色でハイライトした部分の部分構造が違うだけですが、もちろんあのプレカーサー化合物としての質量は違います。ただまあ右側にフラグメントスペクトルが出ていますが、フラグメントスペクトルはもう見ただけでも似ている。似ているけれども、フラグメントプロダクトイオンの M オーバー D 自体は違うんですけれども、まあ、その類似度を計算させると。そうして類似度が高いもの、あるスレッショルドより高いものに関しては、エッジを、その線でですね、エッジ。この場合、右側で表現し、右側で示しましたネットワークでは、フラグメントスペクトル、化合物、特定の化合物以来のフラグメントスペクトルをノード丸として表現して、似ているという情報を線でつなげる、つまりエッジを引くことで表現しています。このように非常に単純な、はい、考え方です。でこのじゃあ似ているというのをどういうふうに計算するか、まあ、これも実際は非常にやっていることはシンプルで、例えば上の化合物 A のスペクトル、化合物 B のスペクトルがあった場合に、M オーバー Z をあるトーレランス許容値を設定して似ている、まあ、一致するピークを検出すると。そうすると、一連のマッチしたプロダクトイオンとマッチしなかったプロダクトイオンというのが出てきます。そして、この特定、この例では、まあ、ボナンザスコアの計算ですけれども、マッチしたプロダクトイオンのペアに関して、その強度、イオン、シグナル強度のドットプロダクト、そしてマッチしなかったものに関してもドットプロダクトを計算して、その割り算をするという。まあ、詳細は、その、まあ、こういうことをやっているという理解でいいと思うんですけれども、もちろんボナンザ以外のアルゴリズム、GNPS で使われているものはちょっと多少違うんですけれども、基本的にマッチした、マッチしなかった、そしてそのインテンシティを考慮した計算を行うと、そういうことです。で、これだけですと、いわゆるスペクトルクラスタリングのように同じものを似ていて化合物としても、同じものしか見つからないんですけれども、まあ、差分を考慮した類似度検索というものを例えばこの場合ですと、片方のプレカーサーマスが200、もう片方が220であったとしたら、まあ、その差分が20あるので、その差分を考慮したフラグメント、プロダクトイオンのマッチングも行うと。そうすると部分構造が変化した化合物のスペクトル類似度も検出することができる。極めて非常に、極めてシンプルなやり方、手法になります。これは、その一つの例として、まあ、ある特定の、後々説明します、メトジェムというツールの、エグザンプルデータから生成した、モレキュラーネットワークになりますが、このように、一つの、この丸じゃなくて四角ですけど、四角が一つのフラグメントスペクトルのクラスター。つまり、このクラスター、一つのスペクトルクラスターと、エッジを引かれたものはフラグメントスペクトルとして類似度が高いので構造的に似ているであろうと。つまり全く構造情報がわからない LC-MSMS データから構造類縁体のグループを見出す。それを視覚化するというのが一つの使い方になります。そしてもちろん、自前もしくは、パブリックなスペクトルライブラリーとの構造スペクトル類似度を計算させることで特定のスペクトルライブラリーの構造と似ている化合物、未知化合物が含まれるのではないかということがこういうふうに視覚化することもできます。このように極めてシンプルな手法ではあるんですけれども、全く未知の化合物だらけの LC-MSMS データの中から
構造類演体、構造アナログのグループを見出す。もう一つとしては、そのジムスペクトルライブラリを使って似た構造を見出すという、いわゆるアノテーションのスタート地点として非常に有効な手法となっています。このように基本的な利用法としては、大量の未知化合物の MSMS データから構造的に類縁な化合物のをネットワークとして見出すということが一つ。そして大きいのはデータを可視化するということですね。全くアンノウンなものだらけの中から構造の類縁体のグループを見出す。そしてスペクトルライブラリのマッチングとの連携により構造類縁体の推定ができるということになっています。ただし、ここだけ話すと、非常にシンプルかつ有効な手法なんですけれども、実際にはいろいろと注意しなければいけないこと、これから検討していかなければいけないことというのも多々あります。そもそもの前提条件として、スペクトルが似ているものは構造が似ているものであろうという前提条件を先ほどお話していますけれども、それが本当に正しいんだろうかという疑問があります。というのは、スペクトルが似ているというのは、定量、質量分析を扱っている人間としては直感的に理解できますし、スコアリングもできます。ただし、構造が似ているというのは非常に実は曖昧なことで、そもそも構造が似ているというのはどういうことなんだと。そのケモインフォマティクスを扱っている人たちは、もしくはケモインフォマティクスツールが使える人たちは、構造類似度といったら、とりあえずケミカルフィンガープリントを使えばいいだろうと。それは間違いではないんですけれども、そのケミカルフィンガープリントを安易に使うのもちょっと危険というのがこの例で、例えばこの2つの化合物というのは、パッと見は似ていますし、その違いというのはここに N があるか、どこにあるかどうかですけれども、これをケミカルフィンガープリント法で計算させると、実はそんなに似ていないと。つまり、構造類似度といったら、ケミカルフィンガープリント、安易に使われるんですけれども、実際にケミカルフィンガープリントがどういった基準で設定されているか、そしてそれが質量分析のスペクトル、質量分析の視点、つまりどこで配列が起きて、それによって得られるプロダクトのパターンが違うというのは安易にリンクできないという注意点があります。で、それを実際に、可視化するというか、計算した例なんですけれども、これは、X 軸の方がフラグメントスペクトルのシミナリティで、上の方がケミカルフィンガープリント法でのシミナリティですね。つまり相関があるかどうかというのを見ようとしたんですけれども、このように、このグリーンでハイライトした部分は、左下の方はスペクトルシミナリティも低いし、構造類似度もケミカルフィンガープリント法で低い。これは非常に理解できます。右上の方ですね、スペクトルシミナリティは高くて、ケミカルフィンガープリント法での構造類似度も高い。これも理解できるんですけども、問題なのは左上の方で、スペクトルシミナリティが低いけれども、ケミカルフィンガープリント法でいうところの構造類似度が極めて高いというのが大量にあると。つまり何が言いたいかというとですね、スペクトルシミナリティが非常に高いものっていうのは、構造類似度は多分高いであろうっていうのは言えますが、構造類似度が高いからといって、スペクトルのシミナリティが高いというふうにはならないということですね。つまり、先ほどの例で示したようなネットワーク、モレクラネットワークで検出できる構造類縁体というのは、必ずしも全てがカバーできているわけではないという現実は、ちゃんと理解しておく必要があります。あとは、これはいろんな学会なりワークショップなりでお話をさせていただくときによく聞かれるんですけれども、そもそもスコア、フラグメントスペクトルのシミナリティのスコアで似てる似てないと判断しているんですけども、一体似てるっていうの基準はどこに置いているのかと。現実には、コミュニティ内でちゃんとした明確なスレッショルドっていうのは設定されておらず、解析者の任意で決められています。つまり、フラグメントスペクトル間のシミナリティのスコアをのスレッショルドをどこにするかというのは、解析する人が勝手に決めざるを得ないと。それで、明確な基準というのは現在のところありませんので、現状ではそういう基準
ていうのがガイドラインがないんですけれども、今後コミュニティの中でそういうのは設定する必要があると。一つの、やり方としては、まあその自分が持っているデータから生成したモレキュラーネットワークがどれだけ意味がありそうなのかというのを、例えばデコイデータを何らかの形で用意してバリデーションを行うというようなことが必要になってきます。これはあくまでこういうような注意が必要ということで、つまり誰かがモレキュラーネットワークの結果もしくはネットワーク図を見せたを表示し、まあ学会なり論文なりでも発表された場合にも、まあこちら側を見る側としても厳しい目を持って見なければいけないという現実があります。まあここまでが、まあなんというか、そうですね、このモレキュラーネットワークのバックグラウンド、基礎的な部分で、じゃあ実際にどういうふうに解析を、どういうふうなツールを使って実際にできるのかという、割と現実的なワークフローの話をこれからさせていただきたいと思います。今回はまあ時間が限られているということもあって、非常に基本的なネットワーク生成可視化ツールと、あとデータ解析ワークフロー、そして構造推定ワークフローについて簡単にお話しさせていただきたいと思います。このまあモレキュラーネットワークを作る、でモレキュラーネットワークを用いて解析をするといったら、まあまず間違いなく一番出てくるのは、よく使われている、広く利用されているというのはこの GNPS。 この GNPS というのはグローバルナチュラルプロダクトソーシャルモレキュラーネットワーキングという、カリフォルニア大学サンディエゴ校のドレステイン先生らが主導して作っている、これは基本的にコミュニティのためのポータルサイトという位置づけです。これはモレキュラーネットワークを使ったモレキュラーネットワークのためのツールだけではなくて、実際にはすごく重要なのは天然物のフラグメント、天然物の MSMS スペクトルのライブラリーが非常に大量にあると。もちろんそのスペクトルのライブラリーをモレキュラーネットワークの解析の一部として利用することもできます。それ以外にもこの右の方に示してありますけれども、まあ、データ解析ツールが非常に豊富にあると。この分野を主導しているだけあって、非常にリッチなリソースツールがあります。ただ一方で、これはコミュニティとしてのデータを、コミュニティとしてデータをシェアするという思想が強くあります。つまりデータを解析するときは基本的に彼らのサーバーにデータをアップロードして解析しなければいけない。そしてデータ解析、特にスペクトルアノテーションの結果は基本的にシェアしましょう、みんなでそのデータを見ましょうという思想がありますので、企業の方の研究で例えばこのデータは表に、まあ、社外に出したくないというような場合には、その点が問題になるかもしれません。まあ、それに対して、まあ、そういう事情を理解しているまあグループがいたのでしょうけれども、モレキュラーネットワークのツールをその GNPS アップロードしてシェアしなければいけないという枠組みではなくて、ローカル、オフラインでローカルで自分の PC 環境で完結して解析できるツールとして、2年前くらいですかね、この METGEM というツールが公開されています。これは基本的にやっていることは、その GNPS のモレキュラーネットワーキングの解析ツール部分と基本的には似ているというか、同じことができます。つまり、まあ、自分のスペクトルデータ、LCMSMS データをインポートしてスペクトルの類似度を計算してネットワークを表示すると。特にこれは MZMine という、MZMine2 というソフトウェアを買われている方もいらっしゃるかと思いますが、それとの連携が非常に強力です。あと GNPS に対して一つ、まあ、メリットとしては、この先ほどスレッショルドをどうすればいいかというのが大事だと言ったんですけれども、GNPS は基本的にスレッショルドを変えたかった、スペクトルシミュラリティのスレッショルドを変えたかったら、そのたびに解析をやり直さなければいけないんですけれども、このMETGEMは、まあ、ローカルで全部展開していることもあって、スレッショルドを自分でリアルタイムで変更したり、いろんなパラメータをリアルタイムで変更して、まあ、見やすい、もしくは、いい結果が得られるというような、もっとローカルで自分の手で直接モレキュラーネットワーク解析をしたいという方にはうってつけではないかと思います。で、
最近公開されたツールということもあって、非常にアップデートも早い。そしてもちろん、自分の、例えば自前のスペクトルライブラリーがあって、それをモレキュラーネットワークと統合したい場合は、そのインハウスのライブラリーを統合して、ネットワークを書かせることもできます。あと、この、スクリーンショットで、ちょっと小さくて見えにくいかもしれないんですけれども、複数のサンプル間の定量情報を統合して、このようにパイチャートで表示するというような、さまざまな機能があります。これが、いわゆる非常に簡単な、とりあえずモレキュラーネットワーク解析をしてみたい、とりあえず一番シンプルなことをしたいっていうところのこのワークフローですね。最初に LC-MS-MS データ、DDA のデータがあって、それを、MS コンバート、もしくは、ベンダーのソフトがあれば、それを使って MGF ファイル。MGF ファイルというのは、マスコットジェネリックファイル。フラグメントスペクトルの、一つのデータフォーマットです。そしてそのデータを GNPS にアップロードするか、もしくは MetGen でインポートすると。で最後にサイトスケープって書いてありますけど、GNPS も MetGen も両方ですね、サイトスケープにエクスポートすることを結構推奨しています。なぜかというと、サイトスケープというのは、モレキュラーバイオロジーの、分野で、非常に長い歴史といいますか、実績があって、いろんなツールが、サイトスケープ内でいろんなツールなり、ワークフローというのが確立していますので、ネットワーク的なデータを展開して解析するのは、最終的にサイトスケープでやってみたらどうですかというのが、GNPS もメトジェンも言っていることです。ということで、GNPS もメトジェンも基本的に両方使えると。なので、自分のデータをなるべくアップロードしたくないという方は、MetGen を使って解析するというのがいいんではないかと思います。で、ここまでで本当に基本的なモレキュラーネットワーキング、モレキュラーネットワークのバックグラウンドと基礎的なことを話しましたけれども、実際はそれほど今の説明だけではなかなかうまくいかないっていう部分があります。具体的に何かと、それは何かと言いますと、DDA で、LCMS で DDA をされて、フラグメントスペクトルのデータ取得解析されたことがある方は分かると思うんですけれども、DDA で取ってくるフラグメントスペクトルっていうのはちょっと信用ならない。信用ならないというのは、DIA の話とも関わるんですけれども、それが実際に、混ざり物が入っているかどうか、ですとかそもそもちゃんとモノアイストープを選択しているのかどうかとかさまざまな問題があります。あとは、先ほどまでお話ししたモレキュラーネットワーキングというのは基本的に、MetGen 以外は定量情報の話がなかったと思うんですけれども、定量情報を基本的に、従来のモレキュラーネットワークはほぼスポイルしている形で行われてきたというような経緯があって、そのような今までのモレキュラーネットワークの問題を解決しようという形で、このフィーチャーベーストモレキュラーネットワーキングというものが、最近、広まっています。基本的にこれは MSMS スペクトルとマスフィーチャーをリンクさせて、定量情報ですとか、スペクトルのフラグメントスペクトルの冗長性などをマスフィーチャーを検出、マスフィーチャーの情報をもとに解決していこうと。その先ほど言いました従来のシンプルなモレキュラーネットワーキングで何が問題かというと、例えばこれはリテンションタイム、すみません、配布した資料ではこれリテンションタイムじゃなくて M オーバー Z となっていたんですけども、これはリテンションタイムです。例えばここにある化合物プロトンアダプトのイオンがあったとして、ここにアイソマー、ここでもアイソマーは構造が非常に似ていて、フラグメントスペクトルが似ているくらいの構造が似ていて、ただ、ものとしては違うので、リテンションタイムが違うと。従来のモレキュラーネットワークですと、これは、プレカーサーの M オーバー Z が似ていて、フラグメントスペクトルが非常に似ているので、同じクラスターになってしまっていたんですね。あと、DDA で分析してデータを取得すると、どうしてもモノアイストープ以外のセカンドアイストープ、アイストロポログを取ってしまうということが多々あります。
そうすると、フラグメントスペクトルが非常に似ているけれども、1ダルトン違い、1エムオーバーディ違いの違う化合物ということで、ネットワークが書かれてしまうというような、あとはアダプトの違いです。さまざまな、この右下は、本来とを反映していないモレキュラーネットワークが書かれていたんですけれども、戻りますね。こういう、下の方に書きましたけれども、最初にマスフィーチャーとして、その分析データの中にある化合物イオンをまず定義して、それと DDA データを連携させると、そういうことで、言ってしまえば右下が従来までのモレキュラネットワーキングで書かれていた誤ったネットワークですね。それに対して本来の左下のは本来のネットワーク、モレキュラネットワークを表示、生成するということが可能になっています。これはフィーチャーベーストモレキュラネットワーキングっていうのはまだ、パブリッシュされてないんですけれども、バイオアーカイブで見ることができますし、もうフィーチャーベーストモレキュラネットワーキングで検索すると、一番上に出てきます。この図はそのアーカイブのところから取ってきた図ですけれども、左は従来のモレキュラネットワーキング、この左下に、これは589というプレカーソーの MOVA-Z を持つアイソマ、構造が似ている物質が、LCMS の中に何度も何度も出てくる。ただ、従来のモレキュラネットワーキング法ですと、それが一つのクラスターとして、一つの化合物としてもクラスターされてしまっていた。それに対して、フィーチャーベースとモレキュラネットワーキングの場合は、まずマスフィーチャーとして各イオンのプレカーサーを検出、そしてその定量情報ですね、取得する。その後にスペクトルの類似度を計算するということで、実際を反映したモレキュラネットワークが作成できると。今回お話ししているのは、フィーチャーベースモレキュラネットワーキングは、DDA を使ったアプローチなので、この下の方ですね。DDA でデータ解析をして、その後、いくつかのソフトウェアで DDA データ解析ソフトウェアで対応できるんですけど、私が使っている感じですと、MZMIND2 が一番使いやすい。DDA で出たデータを MS コンバート、もしくは、最近 MZMIND2 はローデータそのまま読めるので、 MZMIND2 でフィーチャーディテクション、そしてフラグメントスペクトルの生成をすると。もちろん、これは DDA だけでなく、むしろ DIA の方がそのフィーチャーベーストモレキュラネットワーキングは適していると思うんですけれども、DIA で取得したデータは MS ダイヤルで、マスフィーチャーとフラグメントスペクトルの2つのファイルを生成する。そして、先ほどからお話ししている GNPS と METGEN ですね。それは両方ともこの基本的にそのフィーチャーベースモレキュラネットワーキングに近いことができているので、そこで、データ、モレキュラネットワークを生成して、それをサイトスケープに投げると、このようなネットワークフローになります。そして、これが最後のトピックになるんですけれども、ネットワークアノテーションプロパゲーション、NAP、 これは2018年にクロスコンピューテーショナルバイオロジーで発表された論文です。今までの、今回の、話は、まだ実際の直接的な構造アノテーションみたいな、という、内容では今まではなかったんですけど、これは割と、構造アノテーションのためのツールになります。今までのお話は、モレキュラネットワーキングは、構造類型体を検出して可視化するためのツールという側面が強かったんですけれども、このアプローチ、このツールは、従来のインシリコフラグメンテーションによるアノテーションと連携させるという思想になっています。モレキュラネットワーキングのネットワーク構造からをもとに、その従来のインシリコフラグメンテーションによるアノテーションをランクし直すということで、ネットアノテーションの精度を向上させると。そもそもインシリコフラグメンテーションによる構造アノテーション、あまり馴染みがない方もいらっしゃるかもしれないので、ここで簡単に説明しますが、この左側が実際に実験的に得られたフラグメンテーションスペクトルだとしますと、それに対して候補構造のデータベースをもとに、候補構造からフラグメントスペクトルをインシリコで生成すると。
そしてそのインシリコのフラグメンテーションと実験的に得られたフラグメンテーションスペクトルを比較することで、まあ、スコアを出すと。ただ実際には、まあ、実際にはなかなかこれが精度的に難しい、これでは構造推定がうまくいかないというケースも多々あるので、まあ、今回のですね、これを使ったアプローチが出てくるわけですけれども、これは一つ、NAP のアプローチの一つで、ライブラリ、スペクトルライブラリを使ったリランキング法ですね。これまあ左側で、まあ、未知化合物のスペクトルの濃度だと思ってください。それでモレキュラーネットワーキングによってスペクトルライブラリと似たスペクトルとしてスペクトルライブラリのスペクトルが検出されたと。そうするとスペクトルライブラリはもちろん元の化合物っていうのは分かっていますから、その化合物情報、そしてアンノウンな未知化合物のスペクトルを使った、インシリコフラグメンテーションによるアノテーションのランキング、これをまあ2つを見比べて構造的に近いものに点数を加味してやると、まあフュージョンスコアという名前なんですけれども、というようなスコアを使ってランクを訂正修正する、そういうようなアプローチが1つです。もう1つは、実際には都合よくスペクトルライブラリのスペクトルとマッチングするということは、まあ、比較的稀なので、アンノウンな化合物同士のネットワークというのも多々あります。この場合は、まあ、両方左も右の濃度もどちらもスペクトルライブラリー、どのスペクトルライブラリーのデータともマッチしなかった。そういう場合はそれぞれに関してインシリコフラグメンテーションによるアノテーションを行って、このそれぞれの構造に関してスペク構造類似度の計算をする。で、構造が似ているペアを似ている構造が似ているペアに関してスコアを足してやって、まあ、これはコンセンサススコアという名前が付けられていますが、これによってランクを修正すると。で、時間が多少まだありますので、実際にまあどういうふうにやっているのか、まあ、今日はこう、私のこのパートは講習会というわけでもないので、皆さんに実際に手を動かしてもらうわけではないんですけれども、まあ、実際にラボに帰ったら、じゃあこうやればできますというくらいの説明というか、半分実演みたいな感じですね。まあ、GNPS のサイト、まあ、Google で GNPS 検索すると、まずこのページに来ます。そして、まあ、GNPS 非常に大量にツールがあるんですけれども、まあ、この Advanced Analysis Tool という、リストがあって、まあ、その中にインシリコツールですね。インシリコツールをクリックすると、まあ、右側のページに移って、その右下に、ネットワークアノテーションプロバゲーションですね。それを選択します。すみません、これものすごく見にくくなっちゃうな。ですね、じゃあここでもやってしまった方がいいかな。すみません、やっぱりこっちでやりますね。で、非常にごちゃごちゃしてて申し訳ないんですけれども、まあ、いくつかパラメータ、もちろんGNPS でチュートリアルはあるんです、詳細な説明があるんですけれども、まあ、一番大事なのはですね、まあ、もちろん自分のファイルを MGF ファイルをアップロードするっていうのが一番大事なんですけれども、まあ、リランクするときの候補構造の数を制限してやることと、あとどのデータベースを使うか、化合物構造データベースとして、まあ、GNPS、HMDB などいろいろ選択タブをクリック、まあ、選択するだけでいろいろな構造データベースを使うことができますし、まあ、自分でデータベース、これはもう単純にもうスマイルズを記述した、まあ、テキストファイルベースのファイルをアップロードするだけで簡単に。まあ、あといくつかパラメータはあるんですけれども、まあ基本的にもデフォルトのままで MGF ファイルと、あとは構造データベースをどれに使うか、どれを使うかということだけでいい。そうすると、まあこの下のような実際にどういうのをプロセスデータプロセスとしてどういうモジュールが動いているか
というのが出た後に、まあ、ジョブステータスが終了になると、この、エクスペリメンタルナップブラウザーっていうのが選択できるようになります。ナップブラウザーというのが、これをクリックすると、ナップブラウザー。で、まあ、このリストがそれぞれのスペクトルクラスターをの、結果を表示していますね。ここに、化合物、スペクトルライブラリーとマッチしたものがあった場合は、ここにフュージョン ID っていうのが出るんですけれども、そうでない場合は、まあ、ここをクリックしてやると、こちらに、まあ、先ほどの理屈、まあ、リランキングの理屈で、1位にランクされたものがこういうふうに出てくると。そして、その隣のノードに出てきた構造もこのように表示されるので、まあ、自分の目でマニュアルで見て、本当に正しいかどうか。これは結構大事で、NAP もちろんすごく、まあ、かなり強力な方法ではあるんですけれども、まあ、間違いも実際は多分にあるので、あと実際に自分の目で見るというのは非常に大事ですね。そして右側にこれはメットフラグっていうのはインシリコフラグメンテーションによるアノテーションツールですね。つまりネットワークアノテーションプロバゲーションを使わなかった場合と使った場合の結果の比較がこのように。そして、もちろん、この先ほどのネットワーク上に表示されていた化合物の構造というのは1番しか表示されていなかったんですけれども、ひょっとしたら正解が2番ということもあり得ます。そういう場合は、この SNS ストラクチャーを押してやると、そのノードの候補構造がスコアで表示された形で出てきます。で、もちろん、フラグメントスペクトルも見ることができる。で、まあ、実際の各候補構造に関する詳細は、この、コンプリートリザルトで、いちいち見ることができます。で、これだと、まあ、これ自身、まあ、使いやすいインターフェースではあるんですけれども、まあ、もうちょっとネットワーク全体で構造、候補構造、アノテーションされた候補構造を見てみたいという場合は、サマリーレポートを押してやって出てくる。サマリーですね。で、ここのダウンロードっていうのがありますので、まあ、ダウンロードしてやると。そうすると、今回の、NAP のデータ、NAP の結果が全部エクスポートされます。そして、まあ、それを、これも開いちゃった後ですけれども、これをですね、まあ、サイトスケープから、まあ、インポートしてやると、まあ、インポートして、それを、まあ、サイトスケープ使ったことがある方だったら、まあ、すぐ分かると思うんですけれども、まあ、レイアウトで、こうやって展開してやることができる。こうすると、まあ、このデータのスペクトル、モレキュラーネットワーク自身、そしてその、NAP、まあ、ネットワークアノテーションプロバゲーションによる、よって導かれた候補構造が出てくると。まあ、この場合ですと、このグリーンがスペクトルライブラリーとのマッチング、そしてその隣は、まあ、インシリコフラグメンテーションのアノテーションを元にした回答になります。そして、それはもちろん、候補構造は一つだけではないので、まあ、右クリックして、ちょっと待ってください。これ、これか。まあ、この化合物の構造が表示できているのは、まあ、サイトスケープ標準ではできていなくて、まあ、このアプリケーション、アップマネージャーで、ケムビズ2というものをインストールしてやって、
まあ、この、セッティングを、セッティングで、先ほどの NAP の出力から出てきたコンセンサススマイルのような、アトリビュートを指定してやると。そうすると、まあ、表示できるようになると。ちょっとすみません、私の今のスカイプスケープの設定の、せいで、今、このアップから、本当ですと、これを表示し、クリックしてやると、候補構造、出てきました。こういうふうに候補構造が出てくると。なので、まあ、ちょっと時間になってきたので、もうまとめますけれども、これはモレキュラネットワークにしろ、このネットワークアノテーションプロパゲーションにしろ、これをクリックすれば全部100%正確の答えが来るというようなツールではなくてですね、こういうふうにネットワークとしてデータをオーガナイズした上で、可視化したデータの中を自分の目で、まあ、一個一個というか、まあ、特に自分の興味のあるノード、ネットワークに関して、まあ、マニュアルでチェックしつつ、構造推定をどんどん行っていくと、そういうようなツールになります。そして、これが最後の1個前のスライドですけど、まあ、大体、今日話したことを大体まとめますと、まあ、LCMS/MS で取得したデータを、ローデータをスタート地点として、 DDA の場合は、まあ、NGMine 等のツール、DIA でしたら MS タイヤル、それによってマスフィーチャーとフラグメンテーションデータというのを、まあ、ちゃんとオーガナイズされた形で出力して、それを右下の方ですね、まあ、GNPS もしくは MetaGEM を使って、それとサイトスケープとの統合により、データの可視化で、ストラクチャーの構造のアノテーションに関しては、もちろんスペクトルライブラリーとのマッチングというのが一番いい、確実ですけれども、今日話したようなネットワークアノテーションプロパゲーションのようなネットワーク構造を最大に活用したアノテーションツールのが非常に有効です。それ以外に、今回お話できませんでしたけれども、インシリコのフラグメンテーションスペクトルライブラリー、これは天然物専用なんですけれども、そういうのもありますので、そういう豊富なインシリコのフラグメンテーションスペクトルのライブラリーも活用できます。そして、まあ、最終的にはですね、先ほども話しましたけれども、このツールをクリックするだけで完結するのではなくて、やはり自分のマニュアルでちゃんとビジュアライズしたデータを見た上で、データを自分なりに解釈、解析するということが非常に大事になります。ということで、まあ、このネットワーク解析、MSMS データを、まあ、類似度をもとにネットワーク的な視点から解析する。まあ、その技術として、スペクトルクラスタリングとスペクトルの類似度の計算という基本的な技術を紹介させていただきます。で、まあ、このツール、まあ、このやり方で一番、まあ、手っ取り早いのは、複雑なデータの中での構造流現体グループ、基地化合物の構造流現体を、まあ、検出しつつ可視化できると。まあ、最近の流れとして、フューチャーベーストモレキュラネットワーキングにより、もっと正確なネットワークを構築することができますし、まあ、もっと重要なことでは、定量データをその解析に取り入れることができると。そして、ネットワークアノテーションプロパゲーションのような構造アノテーション支援も最近できるようになってきます。ということで、まあ、最後のメッセージとしては、まあ、ネットワーク構造、これはもう、まあ、途中でお話しましたけれども、まあ、ビジュアル化するとなんとなく本当の気がしてしまうんですけれども、実際にはいろいろ解析者の目で、厳しい目で注意することが多々あります。それは、まあ、この分野自体の今後の課題でもあります。そして、まあ、定量データですとか整理活性など、多様なデータとの連携によって、まあ、データ解析が今後、発展していく分野だと思っています。以上です。ありがとうございました。